今ね、8時半過ぎたぐらい。日曜出たの7時半ぐらいだったかな。1時間か。帰ろう。今日は早く帰れる。1時間だ。ということで、今 U ターンしたんで、三河湾スカイラインの端から端まで走ったんで、往復して、さっと帰りましょう。本当はね、この後ね、モーニングに終わってもいいんですけど、まあね、家に帰れば食パンがあったんで、まあやっぱりね、不要不急の外出はないですけど、まあ、リフレッシュできるぐらいのことはできたんで、のんびりまたね、走って家に帰って、クーラーの効いた部屋、まだこの時間で来るんだけど、怒られちゃうな。うわ。砂利と水と、やだよ、4速30キロ。あれか、とことこ行ってる。とことこ行ってる。でも大型バイクはね、こういうところがね、楽でいいんですよ。本当に、ちっちゃいオートバイもね、いいんですけど、分回さないといけなくて、分回すとね、その気になっちゃうんで、ね、大型はね、もうオートマチック状態なんで、3速とかね、峠なら3速とかね、4速に入れたらね、あとね、変速せずにもう横着して運転できるからね、気持ちにゆとりがあるというかね、のんびり走れる。皆さんね、大きいバイクに乗ってね、一度は乗ってね、経験積んだ方がいいですよ。世界が広がりますし、物の見方もまた変わりますからね。しかし、あれだなぁ、なんか、本当に、絶景といったね、ここがいいビューポイントだよね。肉眼ではチラッとは見えるんですね。カメラではとても見えませんし、自転車で来てる時もね、思ったんですけど、写真撮る場所ねえって感じなんですよ。三河に行くとね、お決まりのポイントとかあるんで、大体ね、ああ、走ってきたんだねっていうのはね、他の人にもわかるんですけど、三河湾はね、ここだっていうビューポイントがなくて、あっても止められない、駐車してるわけじゃない。いう感じなところが多いんで、ね、ここ今さっと入っていましたけど、全然いいかなかったら多少はね、ここだな、ここだな。タバコの吸い殻があるってことは、やっぱり皆さんここでね、ここで数少ない場所で。あまり長いすると危ないんで、しかしあれだな、今日も結構喋れちゃったな。あんまり喋れないかもしれませんとか言ってね、あ、閉まっちゃったけどカメラ。この人なかなかいいな。すごい。
あんまりのんびり走ってたんで、 XSR がアチーズでもっと速く走るよって言ってますね。ファンが回ってますあ、ここも止められたけど全然木が覆っちゃって、さて前半戦は、ごめんなさい、トンボアタックしました。あ、そうか、開けてったからそれで風切り多かったのかな。ここ30キロ、30キロとかえって危ないな。このぐらいの R で二輪車で30キロで走るとちょっとかえって危ないですよ。まあその辺がね、まあいいや、余計なことなんでやめましょう。今サンシールド、サンシェードか、あの新井のね、あのヘルメットかぶってますけど、 TT ね、 TT モデル、このサンシェードがね、いい具合に、いい具合に、あれさっきの人はね、いい具合に光を遮ってくれて眩しくないんですけど、こう明暗がね、コロコロ変わるこういう道はね、サンシェードがあるとね、かえってね見にくい。多分ね、まあ年齢のせいもあるんでしょうかね。明暗の切り替えがね、多分ちょっとね若い時よりも、ね、遅いというかね、反応が見にくいと思います。で、今日元ブログ撮ってるんで、サンシェードが出ちゃうとね、目が映っちゃう。目が映っちゃうってことは、編集するのが面倒だし、っていうのもあって、ちょっと開けてみようか。もう全然クリアだね。さっきの若者、おい、遅えぞ。先輩ローディの方が早いぞ。っていうか、先に行ったのかな僕は後から行きますよ。ハンディは5分でいいですか。まあ、2人で座って走っていくのは楽しいし、モチベーションもね、あって、持ててね、この暑さでも乗り切れるでしょうか。多分ね、かえって3キロぐらい痩せてると思いますよ。潮吹いちゃってね。しまった。こんなにのんびり走ってるのに、さっきの車に追いついちゃったな。お、30キロ。ああ、さすがに XSR がきついって言ってる。そういうことっすか。ああ、いい感じ。後ろから8とか戻ってきたね。きっとあの人もさっきから往復してる人だから。でも飛ばしてませんからね。マナーはいいと思いますよ。しかしこのおじさんドライバーの後ろでどれだけ我慢できるかですね。ここね、黄色い実線でキャットアイもあるから追い越しできないからね。まあ、疲れだね。2カーこの疲れないんで追い越し区間は確かなかったと思うので、もう後ろについたら離れてね、時間を置いて再スタートしないと、もうこのままあとはダラダラついていくしかないくらいですね。でもね、ちょっと視野が
広がったというか、さっきちょっと狭かったんで、ね、路肩も広くなったら前の車の人もちょっとスピード上げて、今ね、今法定速度なんで、まあ、のんびり行きますよね。まあ、いい方に捉えましょうね、こういう時はね。スタートの時にさっき言いましたもんね、ゆっくり行きますよ、まったりじゃなくてゆっくり行きますよって言いましたからね。だからね、スイッチが入るところをこういうあの外部からの抑制が働いているんだと、ね、ちょっと帰りね、ちょっと走ろうかなってさっきまた思っちゃってますからね。でこういう車がいればスピード出せない、ゆっくり走れるでしょっていう。もうお盆の期間中ですからね、なんかあっちゃいかんとね。まあね、亡くなったおふくろやおやじや、ね、おばさんおじいさん、ね、バカやってんじゃねえよって。今日バカやってませんからね、うん、あのバカやりそうな雰囲気を多分察知したんでしょうね。走るんじゃねえぞこの野郎、多分きっとね、そんなこと言ってるんじゃないかな。あ、左に入ってくれました。じゃあちょっとだけ走れますか、うん、後ろの走力がどれぐらい走るか知らないけど、あんまり僕が走ってて遅いかなって思ったら先に出せますけど、まあこれぐらい、うん、そう疲れたら離れずなんで、のんびり走ってるのかな。あの8度も多分年式的に新しいやつだから、うん、そう無理しないだろうし、ヘルメットに傷つつ、うん、もうやだ、あかんこれは。
る。三河湾はね、僕ね、てかスカイラインはね、僕あんまり前にさっき自分は言いましたけど、ローリングとかね、普通とかしてたけど、ツーリングとか、ツーリングとか走ることが、まあ、あってもね、こう、いわゆる攻めるっていうかね、そういう走りはね、ほとんど、まあ、ないって言ったらちょっとありますけど、ほとんどしたことがない、しないんで、気持ちよくね、走るぐらいで、コーナーではね、コーナーでやってます。そうなんですよ、よっぽどいい。こういうところでね、突っ込んでいくと、砂利とかね、落ち葉でね、足を突っ込まれて、フロントからスコーンと行ってね、そのままスコーンと行けないんですよね、なんか、アイサイドっぽくね、グリップとかね、しちゃって、反対に突っ込まされるとね、多分ね、死んじゃうんで。まあ、そうならないね。ね、今分かりましたかね、カメラ映ったかな、自転車乗り3年するくらいまで頑張ってるんですよ。でも今の方ね、多分ね、僕がなんか親指立ててね、頑張れよって言ったら答えてくれましたからね。なんか年齢的にね、似たような年齢かもしれない。ああ、やっぱり、ね、ちょっとスピード上げて走ると分かりますね。ライン取りの最中に、なんか、黄昏れてましたね。